おはようございます。はい、昨日ね、イゴールさんの誕生日で、パーティーってことで、いや、クレイジーディスコに連れて行くってことで、クラブみたいなところに行ってきたんですけど、やばかったです。はい。まあ、何がやばかったっていうと、もうね、なんか、すごい LGBT パーティーみたいな感じで、もう9割男、しかもゲイ。で、1割女の子いるけど、まあ、レズの人もいるみたいな感じで、なかなかね、こう、カオスなディスコでした。でね、衝撃の事実がもう一個あったんですけど、まあ、今こう止めてくれてる、人、この会いに来たセルビア人のイゴールも、デイビッドも、あとその周りのね、お金持ちの人たちもいっぱいいるんだけど、全員ね、ゲイでした。はい。もうね、これ昨日明らかになりました。でね、ちょっとまとめたんだけど、まあ、よくよく考えたらってことで、まあ、なんかね、ちょっと思い当たる節がね、4つぐらいあったんですよ。それ説明していきます。で、1つ目ね、まずこのスキンシップがね、もうすごかったんですよ、最初から。でももうキスとハグすごいみたいな、挨拶で。そう、でもこれはね、俺は海外だから、まあ、こういうもんなのかなって思ってたんだけど、それにしてもね、なんか激しすぎたから、まあ、ん？って思ったんだけど、ちょっと、ってよく考えたらと思ううちの一つ。で、二つ目。ね、まずそもそもね、男二人、しかも結構イケてんね、イケメンなんでね。で、40歳でしょ。二人で住んでる、こんなでかい家に住んでるっていう時点で、まあ、ちょっとね、まあ疑問に思う人もいるのかなって感じ。でも俺はね、なんかその湘南で住んでる時に、後輩と2人でシェアハウスしてたから、別に、男でも一緒に住むんじゃねと思って来たわけだけども、まあ普通冷静に考えたら、まあ確かになと思って、なんで結婚してないんだろうみたいな。遊んでるか、まあ、ゲイか。で、3つ目、これね、ペアルックがすごいんですよね。なんかもう2人とも同じ靴、同じ T シャツ、なんかペアルックのやつを着て、相当仲いいだろうなと思ったけど、そう、俺の同、まあ、一緒に住んでた後輩とはさすがにペアルックは仲良かったけど、ペアルックはしないから、なんかこうネックレスとかね、そういうのもね、なんか一緒だから、あ、そうなのかと思いました。4つ目です。4つ目はね、なんか性に対してめちゃくちゃね、効いてきます。なんか彼女はいたのとか、最後にセックスしたのはいつとか、もうなんかすごいオープンなんでね、めちゃくちゃ。で、どういう人がタイプなのとかは、もうめちゃくちゃ聞かれてたんで、それもね、まあ、今思えばっていう感じですね。はい。確信した理由がね、全部で3つあります。3つ。もうこれ絶対そうだなと思ったの。で、まず1つ目はね、そのインスタグラムのフォロワーがね、なんかそのイゴールさんが俺をインスタに載せてくれて、で、そのイゴールさんのフォロワーがすごい俺のことをフォローしてくれたんだけど、もうね、全員ゲイです。でね、結構エグい写真とかも送られてきて、で、その人たちはイゴールさんのファンだから、イゴールさんの知り合いではないんだけど、まあ、いきなり写真が送られてきて、気をつけて開いてみたいなメッセージと添えて送られてきて、開けたらもうめちゃめちゃもう、もろあれみたいな感じ。まあ、そういうフォロワーの人がいるってことは、まあ、あ、そうだと思って。たのが一つ。でね、二つ目。でね、これ結構これもね、面白いんだけど、ルームツアーの動画を撮ってたんですけど、その時にね、そのベッドのところからね、ちょっと結構えぐいものを見つけまして、写真があるんですけど、これです。もうね、もうネタなのっていうぐらい面白い。これがベッドの上に落ちてるっていう。はい。もうあんま想像したくないですけど、想像してますよね、ちょっと。3つ目。これはもうね、そう、昨日の夜でね、クラブでね、確信しました。もうね、普通にチューしてました。もうね、めちゃくちゃ、もうめちゃくちゃなね、
クラブでしたね。ゲイの人って結構オープンだから、もうね、そこら中でそういうことするし、あのなんか目を見つめてくる感じでね、なんか分かりました、なんとなく。うん。で、はい、ってかいい意味か分かんないけど、俺結構ね、ゲイにモテるんですよ。うん。なんか前、タイ行った時もとかもそうだったんですけど、うん。だからもうなんかね、昨日のクラブで全てはね、ああ、そういうことかと。確信に変わりました。はい。でね、まあ、何を言いたいかっていうと、こう全く俺は否定するつもりはなくて、そういう LGBT、そういうゲイの人とかの世界をもちろん否定するつもりは全くありません。これだけはもう間違いない。で、ただ、わからない世界っていうのは、俺の知らない世界っていうのは事実。これはもうね、受け止めなきゃいけない。だから衝撃もでかかったし、あ、そういうことで、そういう意味で俺をこの招待してくれて、こんなよくしてくれてるのかなってちょっと思っちゃった自分がいて、うん。で、まあ、結構ね、昨日までもね、危ない時あったんですよ。結構なんか、お、これはもうスキンシップ超えてんじゃねみたいな時もあったんですけど、そう。まあ、とりあえずね、知らないっていうことはもう何事もそうなんだけど、物事を知らないっていうのは偏見を生んじゃうから、全部そう、宗教とかももちろんそうだし、なんか自分の理解の範囲を超えると偏見を生んでしまうって俺は思うから、理解しようと思います、うん、で、まあ一緒に、俺は本当は一人の旅をしたかったんだけど、今こうして、まあ、実際お金持ちの人にこう恵んでもらって、旅をしてるわけだけども、旅をしてるっていうか、もうほぼなんか何もしてない紐生活みたいなの送っちゃってるんだけど、なんでいるかっていうと、やっぱこうそういう世界を知らないっていう自分が恥ずかしくて、こうすごい彼らはね、幸せ、ハピネスで幸せそうなんでね、ちょっとそういうのがんってなんか違和感を覚えてしまうところがあるんで、そうちゃんと理解して今後の旅に生かそうと思って今ここにいます。だからね、あとね、結局ね、6カ国ぐらいなんかね回らせてくれるっていうことでなんか話があったんで、まあ、こっからはね、そう、まずひとまずね、ゲイの人たちとの、まあ、ヨーロッパ生活、はい、これをね、ちょっと、まあ、Vlog として記録として撮っていくんで、そういう世界を知って理解して自分のスキルアップだと思ってまたここから動画を撮っていきますということで、めちゃくちゃもう今寝起きでも眠いんだけど、またナイトライフの動画も上げるんで楽しみにしてください。じゃあバイバイ。